新潮カッパン、サトピー先生、日本語会話チャンネルのお時間です。本日のテーマはこちら。はい、簡単に会話力を上げちゃおうコーナー。日本人との会話が楽しくなる魔法の授業、パート7、いきます。発音は失礼ですが、失礼ですが、これはクッション言葉と言われているもので会話の最初につけます。相手に対し名前や電話番号、出身などを聞く際にはつけた方がいいですね。ちなみに日本人の女性に体重や年齢を聞くのはルール違反なので注意しましょう。例文。失礼ですが、グエンさんですよね？いえ、違います。佐々木です。発音は、お元気で、お元気で。この言葉に、さようならをつけることがよくあるんですが、つける順番によって印象が結構変わります。お元気でさよならは若干そっけない印象。さよならお元気では温かい印象となります。例文。いろいろ世話になったね、にゃっとくん。グエンさん、さよなら、どうかお元気で。発音は、最近どうですか？最近どうですか？はい、この言葉はビジネス、まあ仕事の場でよく使います。より親しい相手には、最近どう？どう？最近？などと言います。あと、しばらく会っていない方のことを、最近どうなのかな？と言ったりしますが、これは、最近何してるのかな？または元気かな？という意味合いになります。例文。おー、チャンさん、お久しぶりです。最近どうですか？ええ、調子いいですよ。発音は、お大事に。お大事に。日本の病院では必ず言われるフレーズ。目上の方に言う場合には、お大事になさってください、と敬語で言いましょう。例文。先生、私は大丈夫なんでしょうか？うん、大丈夫大丈夫、お大事に。発音は、ご親切にありがとうございます。ご親切にありがとうございます。何かしてもらった、または手伝ってもらった時に使う言葉です。ビジネスの場では、ご丁寧にありがとうございます。ご丁寧な何々、感謝いたします。なんて表現を使いますので覚えておきましょう。例文。あ、どうぞ、座ってください。ご親切にありがとうございます。発音は、お疲れ様です。お疲れ様です。基本上司や同僚に使う言葉ですが、目下の方に使っても問題ありません。つまり誰にでも使える言葉ですね。例文。あ、クイーン社長、お疲れ様です。ああ、お疲れ様。発音は、ご苦労様です。ご苦労様です。はい、ご苦労様です。の意味は、お疲れ様ですと同じです。ですが、この言葉は、上から下へのねぎらいの言葉となりますので、使うときは、同僚か、後輩にしましょう。上司に使ってはいけません。例文。あ、
クイーン社長、お疲れ様です。ああ、佐々木専務、ご苦労様です。発音はお気の毒です。お気の毒です。はい、気の毒を丁寧にした言葉です。実はこの言葉、悪い言葉ではないんですが、言われると不愉快に感じる、まあ、馬鹿にされてる感じがする方も多いので、使い方、言い方には注意しましょう。なお、メールなどでの文面での使用は OK です。ダメな例文。彼氏と喧嘩したんだって?お気の毒でーす。うるさい。良い例文。買ったばかりのバイク盗まれちゃったよ。そうですか。お気の毒です。発音はこちらこそ、こちらこそ、こちらとこそがくっついた言葉ですね。私の方こそという意味になります。この言葉は前後の文を丁寧語または敬語にすればビジネス、仕事の場で使うことができます。またこの言葉を友達に言うときにはこっちこそ、こっちこそという言い方となります。例文。私と付き合ってください。よろしくお願いします。はい、こちらこそ。発音はご縁、ご縁。この言葉、ビジネスの場でもよく使われます。日本人よりも外国人のが使う方が多いような、ベトナム人の方もよく使いますね。人との出会いには何かしら意味があると言われています。なので現在身近な存在がなぜ身近にいるのかなんてのをもう一度考えてみるのも面白いかもしれませんよ。例文。リン、今日はおばちゃんが新しいお見合い相手連れてきたわよ。この人。どうも、はじめまして、リンさん。私の趣味はアニメのコスプレです。これはルフィ。あとはドラえもんとかナルトができます。どうぞお付き合いしてください。すみません、ご縁がなかったということで。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。ショートフレーズは今回で7回目、1回10個なので70個皆さんに伝授しました。1日1個でも覚えれば2ヶ月ちょっとで覚えられますので、ぜひ頑張ってください。チャンネル登録、いいね、コメントもお忘れなく。では次回の授業もお楽しみに。ヘンガプライカッパンランサオモッハイバートリップボーイシンカムバイバイね。